1秒78、ペナルティーポイントが3ポイント記録されました。続いて916番のボーダーコリー、橋本風花ちゃんです。さあ風花ちゃんもノーリード参加スタートをしました。スロープ&スロープからリングを大きく左手を上げて誘導しました。さあフラップ自分で入っていった。うまく尾っぽで低い姿勢でバランスをとっています。マウンテンに登って降りてきました。ハイウェイです。カーブを曲がっていきます。手を叩いて誘導した。70成功、80成功、ゴールしました。17秒29、ノーミスです。続いて917番はボーダーコリー、早川奈々ちゃんです。